ということで、これはマナーについて。マナー質問です。だから何のマナーですか。まあ読むからま。これメールでいただきました、はい、富澤さん、はい、いつも配信ありがとうございます。競争番号331です。夫婦で楽しく拝見しております。質問があります。ゴルフウェアについて、アメリカヨーロッパ等では必ずポロシャツをズボンの中に入れるように注意されますが、なぜ日本では注意されないゴルフ場が多いのでしょうか。リゾートコースなら理解ですできますが、だらしないように見えて仕方ありませんということで、まあ、番長も前言ってたよね。 はい、あそこのゴルフ場行った時、はい、シャツがもうポロッと出ちゃったらすぐ注意された、はい、そんな注意されるみたいなこと言ってたんだけどまあやっぱゴルフ場によると思うんだけど、はい、やっぱこの人も言ってるように見てて、まあ、だらしないよね、うん、だらしなく見えるよね、うん、特に男だとね、うんまあ、これは、まあ、ゴルフ場によって、注意するところとしないところがあるということなんで、まあね、それはまあゴルフ場に従ってもらうしかないんだけど、なんだろうね、かっこよく見えるのかね。僕の感覚からするとゴルフですよ。ゴルフでシャツを出すと締まらない、こう宮下さんのベルトじゃないけどお前ベルト締めねえじゃないそう、僕は締めないけど、でもシャツを入れた方が、うん、だからなんかね、だからえっと会社員の、まあ、業種は別として、うん、スーツちゃんと着るじゃないですか、うん、スーツでシャツ出すようなものですからねまあね、こっち極端な話ですよ、極端な話。だからゴルフ場でシャツ出すって言ったら、スーツでシャツ出してたらだらしないじゃないですか。まあね、極端な話ですよ。だから逆に言っちゃったらさ、はい、ジャージで中に入れちゃうみたいなもんだよね。そのくらいかっこ悪いもんだよねって。ジャージの上を要はこう中に入れちゃうっていう、はいはいはい、もうバカみたいにかっこ悪いじゃん。いやでもそれちょっと待って、いやじゃないけど、そのくらいかっこ悪いもんだよっていうのを分かってないって、不自然ですよね。まあ、なんだろうね、そのカジュアル感覚でやっぱやる人が多いんじゃない。だからでもやっぱトップ、要はスポーツのトップっていうと、はい、まあ、男子のツアーなわけじゃん、はい、アメリカにしろヨーロピアンツアーにしろ、はい、その人たち見て誰か出してやってますかっていうことなのよ、はい、だからそういうの見ないで、要はもう本当レジャー感覚で行ってやるコースが多分出しても OK になってんだと。まあそうですね、うん、でも出しても OK ですって言っても出さないですけどね。出さないよね、はい、あ、僕の感覚ですよ、うん、まあだから品の問題だよね。あ、うん、まあ、ファッション自由だっていうゴルフ場もあるから、うん、はいはい、ね、ジャージでサンダルで行けるなんていうところもあるなんて以前、はい、誰か言ってたけど、うん、だそういうところではまあ注意されないから好きな格好するんだろうけど、まあ、ちゃんとしたっていう言い方しとくよ。ちゃんとしたゴルフ場は、はいはい、やっぱりそういうとこは厳しいと思うよ、うん、で出てるのはダメ、例えば短パンだったらハイソックスじゃなきゃダメとか、やっぱりそういうゴルフ場はマナーの厳しいというか、まあ、それが普通なんだけど、そういうゴルフ場はまだあるから、そういうところ行けば、ね、変なゴルファーには合わない、うん、基本的には、はい、だから、そういうところに、まあ、出入りする方がいいのかなって。もう、うん、もうそう思うんだったらちゃんとした、だから行くコースもそれは限られてきますよね、うん、それでいいと思うんですけどね、うん、例えばご飯食べ行く時もそういうなんかいいレストラン行けばそれはいい格好しするし、ね、そういうことと一緒よ。そういうこと一緒だと思う、うん、吉野家だったら、まあ、吉野家って言っちゃダメじゃあジャージでもいいわけじゃんそうそうそうっていうことだよね。そうだからゴルフ場をその人たちが選んで、うん、ポロシャツなんか入れたくない人たちは、はい、そっちの方に行ってもらって、はい、そうそうそう、きっちりゴルフっていうものを、はい、を感じたいんだったらちゃんとした格好で行くゴルフ場を選ぶべきだと。あ、それでいいんじゃない。だってそういうこと変わらないもん、その 客層というか、うん、そう思うんだったらそういう人がいないコースに行けばいい、行った方がいいよね、うん、でいいかなと思う、うん、ということで、まず一つ目ね、これ、ね。一つ目、うん、今ので一つ目、一つ目。マナー。ちょ、何かあるんですか。二つ。で、もう一つが、グリーンのピッチマーク。
プレーファーストについて、はい、ゴルフ場、ゴルフショップ等で本来説明してもらえるのが一番良いかなと思いますが、お客様に対して言い難いと言われたことがあります、ゴルフに関する YouTube 等も技術面や道具の説明は多いのですが、マナーについての説明はほとんどありません。ぜひジャンガチャンネルで取り上げていただければ幸いです。長々と長文申し訳ございません。ゴルフ発展のためにもよろしくお願いしますということで、うん、まあこれは完全な マナーだね、うん、これはもうあのどんなねそのコース行こうと自分の打ってったピッチマークっていうのは直さなきゃいけないっていうものだし、そういうのはまあ本来あの言わなくても、要は本来キャディーさんがね、あのその前の質問じゃないけど、キャディーさんがねちゃんとついてこうやってくれるコースっていうのは基本的にはピッチマークも要はお客さんが直せなかったらキャディーさん直してたりとかするから、そういうもうピッチマークがあっても気づかないでプレーしちゃうっていうことは起こらないんだけど、でもキャディーさんいないセルフのだけのゴルフ場になるとやっぱりそのやってる人たちに全てを委ねられるわけです、うん、はい、だからまあその言い難いって言われたことあるんだけど、でも最低限のマナーだから、ゴルフ場を運営していくにあたりやっぱりグリーンがもうボロボロに傷んだら張り替えてたりとかグリーンを修理しなきゃいけないわけだから、そうなったらやっぱお客さんにも迷惑かかるんだから、最初のスタート前にそのセルフのコースであっても例えばカートの中にね書いとくとか、要はまあでも大体は書くはずなのよ、うん、プレーこの1ホール、はい、まあハーフ2時間で回ってくださいとかさ、はい、そういうの書いてあるじゃん普通だから、スタート前に必ずそういうのピッチマークは直しましょうとか、あのね目土カードに積んでるとこだったら、あの打った後ターフの後目土しましょうみたいな文言がねあればね、それだけでもやっぱりやってなかったら言えるじゃない、そういうのは必要かなとは思う。もうだからさ、それこそさプロ見てたらさ、うん、絶対にピッチマーク直すじゃないプロ。だってピッチマークが基準なんだもん。でもそれをスコアのそこを多分テレビで見てないのよ、うん、スコアとかゴルフプレースタイルしか見てなくて、うん、そういうところが一番重要なのに見てないんですよ。だからいいですか、うん、だからさっき例えば何倍アイアンでどのライで打ってこのグリーンでここキャリーしたら何ヤード転がるってあの打ち方だったらとか、そのピッチマークで全情報入るんだから、そのショットのスピン量とか、ね、スピン量だから、だったらあ止まんなかったらもっとカットに入れなきゃいけないんだ、だったらもっと今度カットか飛ばしたいんだ、フック目だったらどのくらい転がるのかなとかっていうのがホールを重ねるごとにその情報が全部入っていくから、どんどんこういうね、うん、やったらうまくなるんだけど、うん、まあ、大体あのピッチマークの直し方であのうまいか下手か分かるからね、うん、グリーンピッチマークを直せば直すほどパターン入るのに、だってあのスムーズなんだよね、ピッチマーク直せる人たちっていうのは基本的にはスムーズ、ゴルフがだからうまい人たちが多いの。でもあのピッチマークすら見ない、あのピッチマークを直す余裕がない人たちっていうのはやっぱり大叩きしちゃう人なんだと思うよ。一個言い忘れてた、ピッチマークを直した時の感触でグリーンが分かるからアプローチも寄りやすくなるんですよ、うん、柔らかいかとか。そうだよね、18番の18とかできないからね。そうそれいいのいいのそれはだからもうあグリーンあそのスピンかかるようになるかなとか、あかかんないな一発目でほどけるなとか、柔らかさとか目の詰まりとか、そうこのこれのもわかるからね。ちょりってた、うん、まあだからこれはやっぱコースのねマスター室というのかな、スタートホールのねマスター室の方が言うか、セルフの時は特にね、セルフのゴルフ場は特にそういう説明をするか、紙一枚をあの、はい、要はプレイングなんだっけ、なんつんだっけ、あのセルフの時はさ必ず一人あなたがエチケットリーダーやってくださいって、はい、こう指名されるわけじゃん、はいはい、その人にそのこういう注意点で行ってきてくださいっていう紙を渡すかなんなりすれば、はい、まあ多少なりともこういう情報がねその周りあの知らない若者だろうが人たちに入れば、あ直さなきゃいけないんだって思う、いけないんですよ、
いけないもんだ、うん、そういう情報が入れば直す人も多少は増えてくると思うから、それは必ずやった方が、あのグリーンのためにもいいからね。やっぱりこれね、これ変です。付け出しですよ。もう一番ホールで、なんだっけ、パターするときに、どっかマークないからって探したいもん、僕。探したいよね。探したいの。うん、で、グリーンの状況が分かるんだもん。触れるんだ、ね。触れるの。奥まで触れるんだもん、ね。奥まで、だって別に悪いことじゃないですよ。これいいのこれ言って。いいんだよ。グリーンが唯一触れるんだよ。あの、あーみたいな。おー。柔らけとかね。そう。ほんと。まあ、情報がほんと。まあ、上手い人はそういう感覚なのよ。もう全部情報取れるからね、グリーンのピッチマーク直す。だって情報量の問題だもん、打つ前のゴルフって。うん、で、まあ、ピッチマークはだからそういうやって、ゴルフ場から説明してもらうのが一番いいはず。で、まあ、プレイファーストについて。これは、まあ、いろいろ考えあるだろうけど、やっぱり、まあ、練習にしろ、プレイにしろ、遅いやつで上手いやつはいない。もうね、本当にね。でも、早くて適当に打てっていうもんじゃないですか。じゃないけど。だから、打つ前の準備がすぐできるっていう、だから上手いですよ。うん、だから、情報なんかね、多分、プロたちなんか、すごい情報を、ポッと、ね。ああ、あざす。今日は明日食べて。あ、今日はあ、そんな感じ、まあ、じゃあ僕と皆さんで。もうあれだよ。3日目だって平気だよ。あ、色変わると嫌でしょ。あ、はい。俺らは平気だけど、大丈夫だけど。はい。ありがとうございます。おかしたからよ。明日俺使わねえから、もう。真っ黒になっちゃうから。こっちでいいですか、うん、上じゃなくて。まあ、俺のは出しといていい。お俺のはもう、そう。右左どっちがいいですか、一緒だ。近くで見てくださいよ、どっちこっち。じゃあ、これは出しといて。うん、で、まあ、プレーファーストについては、はい、やっぱりセルフのところはきついのかなと思う。ああ、そうですね。うん、だからこればっかりはね、うん、ちょっと我慢もしてくださいよ、少しは。いや、我慢できねえ。いや、だからいや、って言ったって、はい、俺は遅くないから。俺はお前よりも早いから。そんなことないですよ。いや、全然プレーは早いよ。考えないもん。だって悪いところを省いて、ないんだもん。悪い情報入れないってプレイ入るから。まあね。いや、その後の結果は知らないよ。悪い方の結果になるかもしれないけど、その都度その都度いいイメージの、うん、球筋のイメージしか作らないで打つから。まあね。うん。だからまあ、このプレイファーストについては、難しい。難しい。うん。やっぱり人が多くなればなるほど、まあ、プレイヤーが多くなればなるほど、時間はかかるだろうけど、うん、だから、僕、例えば遅い組が前にいて、まあ、詰まってても、ちょっと急いでる雰囲気が見えれば我慢はできますよ。ああ、頑張ってんなと思いますもん。いや、だから急いでる雰囲気ないんだ。そう、だからそれでゆっくり歩いてたらたらして、なんか動画なんか撮られたら、おいおいってなりますよ、でも、うん、そう。まあ、でもこれはね、ゴルフ場の、ね、まあゴルフ場もでも決めてると思う。ハーフ1時間半とか2時間以内でとかっていう、はい、まあ規定じゃないけどお願いはしてるんだと思うんだけど、やっぱり、まあ、俺ね、ちょっとね、これは分かんないですよ。これ合ってるか合ってるかとか一回も思ったことあるんですけど、昔って、昔の話ですよ、電動カートじゃなかったんです。俺でも今電動カードがピッてして、そっちは楽って言ってましたけど、うん、でも冷静に考えると、前に遅い人がいたら詰まるわけじゃないですか。うん、で、昔ってパスしてたじゃないですか。あ、パスさせてくれる組あったね。うん、先行ってくださいよ、とか、うん、また次のホール行って詰まって先。そのパスができない状況も状況だと思いますよ。パスシステム。全部が詰まっちゃうってこと。そう。パスができるシステムあればつまらないですよ。いや、それは別に俺、別に今日、ただ思ったことがある。あ、これパスしたいな、とか。いや、それは思う。だけど、システム的にできないですよ。だって、レールに乗っかっちゃってるから。まあまあ、語ってやってる。いや、それはキャディさんがいたらね。いたら。うん。だからね、パスのシステムはね。いや、だから、
あの本来は、はい、あの要はあの俺らで回ってたらプレー早い、はい、でもやっぱ初心者の人を例えば連れてくとするじゃん、はいはい、そしたらどうやったってあのハーフで30分ぐらい時間かかるわけ。そうそうそう、プラスになりますよね、うん、だってね、アンダーパーで回るだ70台で回るだなんてやってたらその人しか打たないんだから、打数。いやいや、だから3時間かかんないもん。かかんないけど普通で回ったらね、はい、だからまあそういうのはあるから、まあしょうがないとは思うんだけど、そっかそっか、だからしょうがないのか。でも急ぐことはあの伝えて、はいはい、やった方がいいなとは思うね、マナー的にね。やっぱり時間ね、ハーフで3時間もかかったらもう次いいやってなるもんね、その、うん、あまり混んでるゴルフ場は。コース選ぶようになりますよね。なるよね。まあ、まあでも、やっぱり、早めにしましょうっていうことで、ね。やってる本人たちもしんどいと思うんですよ。3時間走ってんだもん。いや、走ってないでしょ。あ、走るんだったらもっと早いでしょ。そうです、まあね。うん、まあでもしょうがないね、このは。まあでもね、チャンネル見てる人だけでも、まあうちのチャンネル見てる人は大体そんなマナー悪い人いないと思うんだけど、まあスピーディーにできた方のがうまい証拠ですってことだよね。そうですね、練習 そう、あのスコアどうこうっていうか、あのうまい人でもやっぱやらかすときはやらかせるんだから、うん、だからそのなんていうのかな、スコアのうまさじゃなくて、そのなんていうのかな、でもやらかした時のさ、うん、あのやらかした時のやらかしたところからのリカバリーの速さ、うん、はい、お疲れさん、はい、そのやらかしたところからのリカバリーの速さで、うん、その人のうまさ分かるよね。いやもうだからね、何でもねそうそう、だってイメージがパッと出てくるんだもん、あここ行ったらこうっていう、そこでさ、クラブ何本持ってガチャ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 、やっぱこっち持ってきてなんか言われたらさ、おいってなるのなるよね。いや、あるの、やっぱダブルスの時に散々、ガチャガチャしてるけど、キャディーさん何を持ってきて、まだ打たねえのみたいな、あれはね、センスない。あ、これ言っちゃっていい、だってセンスない。いや、まあ、だから、まあ、センスない人はうまくならないんだけど、うん、だって思う、だって、こっちはもう行きたくて行きたくてしょうがないのに、まあ、でもいいんじゃない、もうそういう時は先行きますって言えば、まあね、まあ、多分もう今はだって順番関係ないわけじゃん。あ、そうっすね。うん、であんまりにもモタモタしてたら、あ、先行きますって言って、別に小暮の方が飛んでても先行っちゃったりね。そうです、僕今昔の話ですよ、うん、今もそうしてます、先行きますねって言って、そしたらね、だから早い人たちとね一回でも回るようになると、あーペースがあのこのくらいのペースでっていうのがあの分かればね、うん、だからあの同じね、例えば100打つ人たちが4人いるパーティーと、うん、要はね70代で回る、まあまあプロみたいプロが4人で回ってんの、じゃあそれは30分ぐらいの差はついちゃう。そうですね、うん、やっぱ打数が違うわけだから、下手したら歩くスピードも違う、もうあるもんね、うん、だから今回のルール改正で、あの遠い人から順にっていうルール改正も最高なのよ。もう今って言っちゃうもん、バーンって。まあね、うん、全然全然、そう、先行っちゃう、先打っちゃえばいいんだもん。だから、まあ、見てる人たちだけでもそういうことを気をつけながらやりましょうって、スムーズなあのプレイヤーは、スマートな、ゴルフができるってことだよね。ということで、ゴルフウェアについてと、まあ、ピッチマーク、プレーファーストについて、まあまあマナーについて、こんなマナーをもっと説明してくださいなんていうのが、話題に挙げてくださいなんていうのがあったらまた、言ってくださいってことでいいね。はい、ということでマナー動画でした。マナー動画ちょっと真面目すぎたな、ガッテムしまくってますみたいなことは言わない方が良かったね